崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせてます。殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村さんは後ほど宿泊で演説される。士気を高めるためだ。いよいよ藩と刃を交える時は。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。菅笠城のことがあったら誰も信用できないんだろう。だけど俺らは悪いんだ。手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだからさ。かわいそうに力気を吐いて悲しいぞ。だから火を調べられて中身が何かわからん。志村様を裏切るわけないのよ。俺もだけど今は我慢しなきゃな。どう
えたか。何かだ。海からは気をつけろ。音がした。と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。術を得たのだ。
次こそは逃しません。よくわらかくやる。何かあれば知らせる。承知いたしました。世を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通り。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方。調べる。お目に留まりそうなところに。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何卒ご加勢よ。そしてまた間に合えんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。